今日の穂高。ひろきが頑張って考えた本日の打順。はあ、まあ知ってた。またこのスタメンか大概せよ。大泉イコール固定、国母は悪い部分を受け継いだみたいだな。もういいって、4番開拓屋でいいよ。もしかしてヒゲの方がマシか。山川と近藤変えるや。はいはい、一巡するまで一巡するまで。一巡待つって言ってるんだし、それで今日も変わらんっていうのはなんか違うよね。対戦カードが一巡するまでの我慢。まあ今日は北九州男がやってくれるのかが注目ポイントかな。所沢で大量のブーイング受け終えてようやく一巡か。バカが意固地になって落とした試合なければなって思いながら今年もブイーツするんやろな。どすこいや。1回の表、先発の大関さん、ツーアウトからホームラン打たれてしまう。ああ。やられた。負けやね。またこいつにやられるのか。万波にボール先行にした時点で嫌な予感はした。去年からずっとこいつに打たれてる。いい加減にしてよ。もう中止にしろ。結構雨降ってんな。まあソロでよかったやん。つうか万波ホークス戦打ちすぎだろ。なんかおかしいやろこれ。その後は抑えてスリーアウト。うん、降ってるね。万波に逃げて逃げてボールカウントを増やしてストライクを取りに行ってホームラン。ダメなパターン。まあソロでよかったわ。そしてロマンドラフトも当たった時がすごいでかいことを再認識させられた。1回の表の攻撃、先頭は周東さん。すぐ取り返せよ。周東が出れば点はいる。ヒットで周東さんが出塁しました。周東来た。周東さすがやね。周東一番ハマってるな。出塁する周東は最強。よし、出たら何かが起きるぞ。周東マジで状態上がってるな。続いて今宮さん、走りにくそうだよね。今宮はそろそろ魔法解けそう。めっちゃ振ってるやん。とりあえず一旦中断しとけ。ザーザーやないかい。周東さん盗塁成功でノーアウト二塁のチャンスが訪れる。なんか来た。周東余裕。さあここから無得点がホークスで。続いては冒頭で周東さんは三塁へ進塁してチャンス拡大。雨は土砂降り。タミヤ。まあ今のは無理やな。ラッキー。とりあえず追いつけそうで何より。最低限頼む。三振敬遠ゲッツーはやめろよ。粘ってのフォアボールでノーアウト三塁一塁の大チャンスが訪れる。ナイハ。粘って四球、最高の一二番やね。なお山川につなげるでよ。これまたデブ満塁じゃ。ランナーためちゃダメ。続いてチャンスで絶対に打つ柳田おじさん。ギータ打点チャンスや。柳田敬遠気味の四球でノーアウト満塁になったら笑う。新庄満塁で山川チャンスや。山川があれなんでクソボールに手を出して凡退やろうな。柳田は虫満塁からのデブゲ禁止。ギータ最低限してくれ。ここで点取らないと無得点。頼むから山川の前に1点取ってくれ。満塁だけは止めてくれ。外野フライでいいんやで。ここレフトフライでワンアウト。犠牲フライにはならず。周東でも無理か。雨やばすぎやろ。最悪パターンやん。おいおい、周東も変えられんとな。ああ無得点。ここで打ってくれ。穂高の第一打席。どすこい待機。負けました。ああ終わった。もうダメだ。デブゲだけはいかん。それだけはいかんぞ。俺はまだ信じてるぞ。ここであっつに言うかよ。とにかくゲッツーだけはやめろよな。どすこれ。ホタカついにやりました。タイムリーツーベースヒットで同点に追いつく。笑顔なし。くわー、くさー。水谷、水谷恩返ししててくさー。水谷は守備はこんなもん。記録はツーベースか。山川はやっと打ったか。これではまだ謝ることはできんな。まだマイナスや。1打点につき1万円ありがとうございます。続いてても3塁2塁のチャンスで5番近藤健介さん。イケメン待機。天才頼むぞ。あと1点は欲しい。7億マジ頼む。空振り三振で3アウト。ぶっちゃ7切符。最低限できんか。山川と中身入れ替わったか。今年得点圏で打ててないんよな近藤。7円。続いてウォーカーさん。北九州ウォーカー来たで。ウォーカーちゃん頑張れ。さすがにこの場面もう1点入らんと嫌な流れだぞ。あ、ウォーカーさん3球三振で3アウト。勝ち越しはならず。はい、まあ無得点もありえたわけですし。調子良かった人たちが落ちてきた。もう1点欲しかったな。山川だけかい。
周東と今宮はしっかりしてるよね。結構理想の 1,2 番じゃないだろうか。周東は圧倒的に速い、今宮はとにかく高走類。山川いい笑顔。山川ここで笑顔になってて、くそー。2回の表、大関さんヒットと盗塁でワンアウト2塁でピンチになる。ここであっさり失点したら負けるでな。風邪ひくで、無理させなや。怪我しないか心配だ。北九州水はけ悪いから強い雨降ったら中断しそう。水野さんはピッチャーゴロでツーアウト。よく取った。グラブにボール挟まってて、くそー。続いて野村さん。野村八番かよ。フォアボールでツーアウト2塁1塁。080で四球、今シーズンゼロの野村に初四球。この雨はピッチャー大変やな。続いて石井さん。頑張れ大関。ここ取られたら嫌な流れ。大関お前はドスコイ投球するんだ。ここはピッチャーゴロでスリーアウト。ピンチをしのいだ。抑えた。失点してないの、ええぞ。さあ逆転しようか。2回の裏の攻撃、先頭は栗原さん。さあ栗原。栗原。強打者開拓屋さんの前にランナーを貯めるんだぞ。点取るなら今のうち。栗原が打てるわけないだろう。栗原ボール見ろ。フォアボールで先頭出塁する。ナイスン。栗原に四球て、相手ピッチャー大丈夫か。栗原に四球はありがてえ。それそれ、打てないなら4球でつなぐ意識を。不調の時はそれが大事だぞ。続いて北九州男の解散。強打者開拓屋さん。さあ北九州の開拓屋。北九州限定で城島になる男。開北九州10試合で4ホームランとか頭おかしいやろ。あ、空振り三振でワンアウト。はあ。ああ。ダメじゃん。よく考えたら藤本ならバントだった。続いて牧原さん。最近調子上げてきた牧原頼む。ストレートに強い牧原ならいけるやろ。牧様面白いことするチャンスだぞ。おお。おおおお。牧原さんやりました。タイムリースリーベースヒットで勝ち越しする。牧原さん調子上がってきたか。牧様。牧様の超打撃炸裂で、くそー。牧原調子上がってるな。俺たちの牧原様だ。牧原の長打とかいう激レアショット。牧原初打点で、くそー。牧様上がってきた。続いて追加点の場面で周東さん。さあもう1点。稼げる時に稼げ。最低限最低限。最近5試合一番打率の高い周東。さあ飽きてるで。周東さんもやりました。犠牲フライで追加点が入る。ふわー、きたー。最高の最低限。周東は最低限を覚えた。めちゃくちゃ仕事しとる。周東マジで理想の一番になってきたわ。なんか最近の周東が素晴らしすぎる。周東すごい。タコルならランニングホームランだったのに。続いて今宮さん。今宮様来たぞ。ツーアウトからもう1点取れたら最高だぞ。フォアボールでツーアウトから出塁する。今宮さん最高の2番やってるやん。 1,2 番の出塁率やべえな。これこれガチで今宮サード大暴論だわ。サードで守備疲労減れば万能打者なるぞ。続いて柳田おじさん。最近ランナーいるとダメおじさん。え、三振おじさんか。見逃し三振でスリーアウト。この回勝ち越しに成功する。柳田疲れてきてんだな。これ今のはボール臭かったが、ギーターあっという間に調子落としたな。柳田が不調になってきたし、山川が上がってくればいいんだが。柳田落ちても山川が上がってくるよ。まあ誰かが落ちて誰かが上がってくるのがいいサイクルではある。3回の表、大関さん先頭にホームラン打たれて1点差になる。またホームランかよ。そりゃこんな雨の中でやったらこうなるわ。雨ザーザーやか。もう今のホームランで同点ってことでいいよ。中止にしよう。ハムにホームラン打たれすぎだ。雨もひどくなってきたし中止でいいわ。その後はヒットとフォアボールでワンアウト二塁一塁のピンチになる。大関ダメだな。泥試合の予感。万波にも打たれすぎ。続いてのタミヤさんは初球を捉えてツーアウト満塁になる。タミヤやばすぎるな。もう中止しようや。続いて水谷さん。またしても初球を捉えられて同点となるタイムリーを打たれてしまう。あかん。負けました。もう中止にしようか。はよ中止にせ。ああ、またやられたよ。大関初ヒット許しすぎ、ガバガバすぎる。打たれすぎ。恩知らずめが。水谷に打たれるやつ。さすがに打たれすぎだわ。ホークス出た選手が今年も大活躍してるよね。やばいストレスたまる。
初球打ってくるの分かってるやん、アホか。同点で許してくだしゃい。さすがにこの回は打たれすぎや。続いての水野さんも初球を打ってショートフライでツーアウト。助かった、アストニーヤで助かった。やっぱウリアスかバウアー必要だわ。先発ピッチャーやっぱ弱い。バカ試合や泥試合の予感。続いての野村さんは見逃し三振でスリーアウト。同点で食い止めた。とりあえずノーゲームでお願いしたい。北九州の高ファンはペードまで見に来い。甘えんな。同点だし過言なく中止にしようぜ。雨早朝まで降るし、逆転してコールド勝ちにしないと。雨は止まないよ。負けたら負け越しになる。それだけは嫌や。さすがに3連敗は許さんぞ。3回の裏の攻撃、穂高の第2打席。どすこい大気。月通がない安心感半端ねえ。おお。フォアボールで先頭出塁する。3イニング連続先頭出塁。山川いいやん。山川上がってきたか。これは西武戦でドスコイするための調整してるな。山川が少しマシになってきてる。少し前なら絶対三振してる。アスクニーヤに四球出すやついてくさ。続いて近藤健介さん。イケメン待機。イケイケイケメン近藤健介ちゃんのパワフル一撃こや。近藤ホームラン頼む。イケメン打ってー。イケメン助けて。はっ。見逃し三振でワンアウト。2打席連続三振。最近三振ばかりの近藤。ぶっちゃ7円。イケメン落ちてきたか。また三振やんけ。あれ、こんちゃん冷えてきてる。三振多くね。山川が少し上がり、柳田近藤が冷え始めてる。さっきからこんちゃん結構微妙な三振の仕方してんね。7円になる日も近いかもしらん。続いてウォーカーさん。ウォーカー頼むよ。ウォーカー全然見えてない。ウォーカーが打つわけ。空振り三振でツーアウト。やる気あんのか。みんな雨でやる気出ないにゃ。ストレートに強い印象ないけどな、ウォーカー。ボール気味の高め半速球が好物って感じだろ。ウォーカーも冷めてきたな。はあ、あれはアスティデーよ。続いて栗原さん。山川は仕事したぞ。打てもう一人の問題児。ここで打ったらヒーローだぞ栗原。打てやオラオラ。おう。レフトフライでスリーアウト。ノーパワー。山川は結果出してるのに。タコルならランニングホームランだったのに。テラスなら。でも栗原悪くない気がする。北九州なら入れろや。打ちそうな雰囲気だけの栗原。栗原は今日からスタメン落とすと思ってた。こいつのスタメンまで一巡するまで我慢する気か。オープン戦の感覚を忘れたか。本番になると重圧に耐えられんのかね。精神じゃねえんだよな。結局気持ちが落ちてても打てる選手は技術が身についてたり身体ができてたりする。ああ今日もタツル2安打3打点やんけ。ひろき。4回の表、大関さん、デッドボールとフォアボールでワンアウト二塁一塁のピンチになる。大関もな。もうやめようよ。大関頑張ってくれよ。続いて万波さん。大関今日きついな。コントロール悪いよな。大関しっかりしろ。一人相撲。ここで万波箱へよ。また万波に打たれそう。万波のルーティン長すぎ。空振り三振でツーアウト。大関球数増えすぎや。交代しろよ。同点じゃ勝利もつかないし。振ってくれたな。続いてマルティネスさん。コンディション最悪なんだから球審広めに取ってくれ。ここで打たれたらいつもの負けのパターンやな。ええ。嘘やろ。危ない。ヒヤッとした。ここはフェンス切りのセンターフライでスリーアウト。なんとかしのいだ。危ねえ。ああ危ねえ。ヒヤッとした。あっぶねえ。タコルなら走者一掃だったな。よう取った。言ったかと思ったわ。タツルら滑ってこけてるな。ワイのタツルがご迷惑をおかけしております。4回の裏の攻撃、先頭は北九州男の解散。北九州限定最強バッター来い。北九州男。海君もそろそろ打たんと北九州男を剥奪されるぞ。センターフライでワンアウト。はい。魔法が解けた。おい話が違うぞ。まあ当てれただけでも甲斐が北九州合ってるのがわかる。甲斐打率1割台へ。続いて牧原さん。牧原なんか打率上がっててくさ。牧原いい感じの打率になってきたね。なお四球。ストレート捉えられなかったら負けだぞ。空振り三振でツーアウト。はい。それを振る牧ぐそ。まあ今日打ってるからええやろ。続いて周東さん。北山調子上がってんな。ツーアウトからでも周東が出ればわからんが。空振り三振でスリーアウト。ああ、立ち直らせちゃった。
ここで立ち直るのきついって。先発ピッチャーが4イニングで降りてたらそれ優勝は無理だわ。大関あかんな。石川か坂東が先発戻るかな。初回やったな。あそこで決めきらんから北川くん立ち直らせてしまった。5回の表、ピッチャー変わった又吉さん、三者凡退。又吉もヒヤヒヤするな。3本間のない3本、ずっと危ない。そろそろ点取ってよ。さすがに3連敗だけはダメだぞ。5回の裏の攻撃、先頭は今宮さん。さあパリーグ最強打者今宮さんの時間だ。二冠王から転落した今宮さん、見逃し三振でワンアウト。この辺、ええ、クソボールやるがいい。続いて柳田おじさん、ヒエビエおじさん。ギタおじ頑張れ。おお。いったか。大きなライトフライでツーアウト。ノーパワー。入らんのかよ、絶対行ったと思った。ダメだ北山打てねえ。柳田ももう年やからな。続いて穂高の第三打席、ドスコイ大輝。そろそろドスコイ、ドスコリたい。あ、ライトフライでスリーアウト。お前もノーパワーかよ。ノーパワー2連発デブ。ガムクチャ気になる。今日ホークスはまだホームラン打ってないんだな。なんでこっちの打球だけ入らないんだよ。6回の表、ピッチャー変わった覚醒中の杉山さん、三者凡退。俺たちの杉山。お前本当にあの杉山か。杉様。本当だれないやこいつは。藤井の代わりは杉山で埋まるな。飼い野の穴でセーブ歌に荒らされてるけど普通に杉山で埋まってんのよな。つーか去年の飼い野より今のところ良いし。杉山すげー。6回の裏の攻撃、先頭は近藤健介さん。イケメン待機。もうここは近藤の一発に期待するしかないのか。7億回。え、あ、セカンドゴロで判定はアウト。だが近藤健介さんがリクエストを要求する。大丈夫か。イケメン気がすんなよ。さすがにアウトやないか。アウトだろ。うん、アウトやる今の。でも近藤無茶すんなよ。リクエストの結果判定通りのアウト。いや普通にアウト。それより怪我が怖い。近藤に怪我されたらシーズン終了や。続いてウォーカーさん、ここはホームラン狙いで。ダメダメウォーカー。見逃し三振でツーアウト。本日3打席連続三振。ウォーカーあかんわ、全然合ってない。ひどい、見苦しいな。ダメだこいつ。ウォーカーの代わりにマサキ出してみっか。ギーターがコンちゃん、ウォーカーが打たなくなってしまった。デスパイネ、ワイの出番か。ここでピッチャー交代。10奪三振情けないな。続いて栗原さん、絶不調栗原にワンポイント使うのか。栗原なんか継投しなかろうが打たれないと思うんだが。セカンドゴロでスリーアウト。はあ、こいつはほんま。今日も負けるんか。この栗原をいつまで我慢するか。7回の表、ピッチャー変わったつもりさん、一人出すも無失点に抑える。つもりで勝つつもりしやー。春のつもりはストレートで空振り取れるな。ラッキーセブンの攻撃、先頭は北九州男の解散。ここは北九、ここは北九。北九州でも打てなくなったか。か開拓やー。くさー。さすが北九州男の解散。バットを折りながらのラッキー内野安打で先頭出塁する。なんか来たー。くさー。北九州の会員。サードタコルでくさー。続いて牧原さん、ここは1球で送りバントを決めてワンアウト2塁でチャンス拡大する。まあ納得のバント。ワンヒットで帰ってこれるんか。会が得点圏いてもな。続いて勝ち越しのチャンスの場面で周東さん、球場は広志のチャンテ。暗黒監督のテーマきたー。あー、藤本のテーマ。あー、グラシアルになれ。ヒットでワンアウト三塁一塁でさらにチャンス拡大する。周東も打った。きたー、周東映像。信じてました。周東やばいな。調子いい時に勝っとかないともったいない。周東は走っても走らなくてもいいからイラつかせろ。続いてこのチャンスの場面で今宮さん、今宮のスリーラン見えた。ここで決めろや。今宮なら犠牲フライは打ってくれる。ゲッツーはやめろ、ゲッツーはやめろ。おう、落ちろ。今宮さんやりました。タイムリーヒットで勝ち越しする。
ホームへの送球もそれてそれぞれ進塁する。ふわー落ちた。この1、2番最高すぎるだろ。1、2番が打てるとかどこのチームだよ。肩強えな。それてなかったらアウトだったな。余裕で甲斐の足遅くてくさー。続いてワンアウト3塁2塁のチャンスの場面で、チャンスで絶対に打つ柳田おじさん。最低限頼む。山川勝負は卑怯やぞ。まあ山川勝負やろ。柳田がタイムリーで1点取って、山川ゲッツーでこの回2点や。あかん。空振り三振で2アウト。クソボールやん。ええ、今の振るの柳田。なんでこのカードこんなボール球振りまくってんだおじさん。満塁山川ゲッツーまで見えた。ギータこないだからおかしいぞ。そんなに調子悪くなる。最低限すらできんとか。得点圏マサゴに戻ってしまった。柳田マジでなんなん。ムカついてきたわ。ギータがブレーキになっとる。続いてここで追加点が欲しい場面で、ホタカの第4打席。ドスコイ待機。ここで山川。ドスコレー。打てる気せん。気合で打てや。山川打てなさそう。まあここで山川が打つわけねえよな。もしホームラン打ったら博多駅前で全裸でドスコイやって若鷹軍団歌いながら逃走してやるわ。1点差は無理やで。山川お前やれるのか。ドスコイ。ホタカやりました。粘っての2点タイムリーヒットで大きな追加点が入る。ホタカついに活躍する。くさー。ふわー。きたー。山川しやー。おかえりなさい山川さん。山川お前復活したのか。土下座タイム。うううう。本日3万円の募金でくさ。戦いの覚悟を今示したぞ。ワイは信じてたで。てか今の普通に水谷の守備やばかったやろ。水谷のおかげで3打点やな。山川お前らなんか言うことあるよね。まだまだ足りないぞ。山川お前もしかしてベルーナで打つために調整してたのか。ケツに火がついたドスコイ。明日はドスコイやな。続いて近藤健介さん。イケメン待機。押すなじゃ安心できない。あと2点くらい取っとけ。さあイケメンの総仕上げ。連打で2アウト2塁1塁で再びチャンスが訪れる。イケメン。不調でも1日1戦はするイケメン。これは間違いなくイケメン。ホタカのダイソーで川瀬さんログイン。ホタカ明日に備える。4番ファースト川瀬でいつも草生える。続いてのウォーカーさんは初球を打ち上げてライトフライで3アウト。この回勝ち越しに成功する。うつむいた。初球ポップフライ多いな。アスプニーヨと入れ替わってないかお前。うつむき打法やめろ。明日はウォーカーのとこにマサキ入れてみるか。ウォーカーと栗原がさっぱりやな。山川は打ってんのに栗原というやつは。8回の表ピッチャー変わった松本さん、安定感抜群で三者凡退。すげえな松本。松本投げさせすぎや。確かに打たれる気はしないけどさ。押すな怖いから追加点取れ。よし9回は年俸10億が抑えるだけ。現在のメンバーで10億が一番不安定ってどうなってるんだよ。お砂が食ったラーメンとともに3点吐き出すからあと1点は取っておきたい。8回の裏の攻撃、先頭は栗原さん。さあ栗原。山川は上がってきたぞ。はい。レフトフライでワンアウト。山川と明暗分かれたね。栗原を使い続けて良くなるとは思えん。栗原休んだ方がいい。栗原良くなりそうな気配すらないな。首脳陣って今の栗原についてどういう認識なんだろう。まさか2回怪我する前に戻れると思ってる。栗原さん、カード1巡までは見るんだろうが、栗原は良くなる兆しがない。一度落とした方がいい気がする。続いて甲斐さん。甲斐の内野安打から始まったし、今日はもう何やってもええわ。お前はさすがの北九州男やったな。センターフライで2アウト。甲斐は今日仕事してるからよし。続いて牧原さん。牧原も上がってきたし、もう今日は打たんでええ。明日にとっておいて今日はお砂が抑えるだけや。セカンドゴロで3アウト。お砂とか怖すぎ。劇場開幕かな。お砂さんほんと頼むよ。9回の表、心配なお砂さんログイン。お砂劇場閉幕閉幕。まあ3点差あるし。10億のクローザーだぞ。抑えるに決まってんだろうがって。お砂さん1人ランナー出すもあとアウト1つ。バッターは万波さん。でも万波、嘘だろ。この展開で負けるのか。これが10億。
最悪万波ホームランでも次のマルティネスでアウト取れる。ああフォアボールで2アウト2塁1塁のピンチになる。わあ終わった。2ストライクから何やってんだ。ホームランで同点。いちいち開幕するなよ。万波に対して逃げすぎやろ。オスナマジで今年ダメだろこいつ。オスナみんな楽しんでる。続いてマルティネスさん。こいつはさすがに抑えられるべ。今日もオスナ劇場。北九州がすんなり終わるはずがない。怖い怖すぎる。え、ああ。最後もヒヤッとした。ここはセンターフライで試合終了。勝ち。ホタカ3打点の活躍。ホタカついに解凍される。ホタカヒロイン。ここはクソ危ねえ。危ねえ。もうこれ9回無理やろ。危ねえよスナ。山川のおかげで勝てたな。さあヒロインホタマンの時間だぞ。山川で勝ったから気分ええわ。たまにはサクッと終わってくれや頼むよ10億くん。ヒーローインタビュー山川。山川ベルーナに向けてギア上げてきたな。山川ニッコニコ。山川アンチ様。あとは西武戦で一度スコイでも見られれば言うことないわ。ドスコイ。これは山川アンチがイライラする試合でにっこり。山川いざ埼玉へ。明日ブーイングされる山川。ブーイングかかってこいや。勝った場合